こんにちは、包丁職人のパーカーです。今回は焼き入れ済みの CPM-D2 を使って牛刀 200mm を作ります。 HRC は62です。もう包丁の形になっていますが、60番のベルトで厚みを減らして側面を調整します。有名な鋼材の D2 の粉末鋼材板です。成分はほとんど一緒ですが製法が違います。側面の形はいつも通り背側から緩やかに丸みのあるコンベックスグラインドにします。日本ではハマグリ刃と言われる形状です。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。粉末板の方が傷が消しにくいです。片刃の和包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて、切り込みや切り抜けを考えた機能する側面の刃を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。硬度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。これは全然曲がってこなくてやりやすいです。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の研ぎが終わりました。表面はこんな感じです。裏面はこんな感じです。厚みはこんな感じです。粉末鋼全鋼の包丁は砥石で厚みを抜くのが大変なので、実用に支障が出ないギリギリまで薄くします。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。柄を作っていきます。
上部に白い樹脂、主体となる部分に黒い樹脂を使います。最初に白い樹脂をカットします。フライス板で白い樹脂の平面をざっくり出します。白い樹脂に穴を開けます。黒い樹脂をカットします。フライス板で黒い樹脂の形を整えます。この材料は平面の部分がないので、一面ずつ大まかに面を作っていきます。黒い樹脂に穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。
発覚になりました。220番で60番の傷を消します。400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまで。ジャンプ、バフが終わりました。仕上がるととても黒くてツヤツヤです。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防製塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。この鋼材は研ぎにくいですね。8000番の砥石で研いでいきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。最後に12000番の砥石で仕上げます。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面仕上げにしました。粉末版じゃない D2 は以前動画でもやりましたが、粉末版の方が鏡面は綺麗です。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。
峰と顎も鏡面仕上げです。厚みは 1.3 ミリです。柄は黒い樹脂を主体に作りました。ツヤはありますが控えめで収まりがいいですね。試し切りしていきます。今回は D2 の粉末鋼材板を和牛刀にしました。粉末化すると切れ味や刃持ちや鏡面なんかが向上します。日本で有名な粉末鋼は ZDP189 とスーパーゴールド2があります。動画でどちらも包丁にしているので、よかったら見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。